イディアゲリミスはデブラホイで来てて思います。今日ですねロッドという副社長がまたアップデートについて言及しましたので、最近のアップデート含めですね、以前ですねこういうアップデートするよという話もありましたので、そういった形で今後来るであろうアップデート、今後どういう風にディアブロ4は変わっていくのかっていうのをみんなと一緒に見ていきたいという風に思っております。ということで本日の目次はこちら、1つ目今後のディアブロ4について、2つ目アップデートの予定で、最後にですねまとめという形でやっていければと思います。でまず1つ目に今後のディアブロ4という形ではあるんですけども、今日触れる内容としてはですね、直近ツイッターでロットっていうですね副社長ね、まあ偉い人がいるんだけど、その人が触れた、まあ、今後こういうアップデートするよっていう内容であったり、あとは以前ですねあのキャンプファイヤーっていうですね生放送を運営がやったんですけど、その時に今後こういった形でアップデート予定してますよっていうのがですね、まあ、一応1ヶ月ぐらい前かな、今8月21日に動画出してるんでっていうタイミングで、まあ前ね、話をしていたので、そこら辺のアップデートどの程度ねそれが実際に行われたかとかで今後どうなっていくかっていうところをみんなと見ていきたいというふうに思っております。という感じで早速なんか今後のアップデート予定、実際にですね具体的な項目ね、こういうのが出てたけど実際どうだろうねっていうところを見ていきたいと思います。でまずね直近話が上がってるやつからいきたいと思います。で直近話が上がってるのはさっきも言ったんだけど、ロットがツイッターで話をしています。でその内容としてはドロップにフィルターを作成予定っていう形で、ちょっとねここに関しては明確にこういう形の、まあ、ものです、システムですっていうところではないんだけど、まあ、ざっくりとした表現でみんなね、まあ、今後が期待だねっていう話をしてるんですが、まあ、フィルターが今後追加される予定という話でした。でどういう話かというと、まあ、実際に例えばさ今こうドロップ品があるんだけど、それのなんちゃらとかあるんだけど、こういった中で、まあ、必要がないねアイテムパワーとか、あとは青いさマジックのアイテム、もう後半になるとさこの黄色いレアアイテムぐらいしか必要としないわけじゃん。なのでそういったところを含め今後のドロップするフィルターとかっていうのをつけれるようになるっていう感じらしいです。どういう風なのはさっき言ったけど具体的なところはちょっとまだ分かんないっていうか、多分まだ決まってないんだけど、アイテムをよりねファーミングしやすいようにちゃんとですね使い勝手がいいようにフィルターをね今後つけていくという形らしいです。でまあどういうフィルターか、まあ予想されてる内容の一部で言うと、まあオプションとかでさあるじゃん、オプションで確かなんだっけゲームの中のサウンドをさ選べるとこがあって、ドロップのチャンチャリンっていうなんかわかんないけど音するじゃんあれの音がさするのがレジェンダリー以上なのかっていうのを選べるじゃん。どこだっけ、あこれか、これで実はね結構これねすごい細かくできて、装備の種類ごとも決められたり、あとは最低クオリティっていうのもあって、例えばこれをねこうマックスまでやるとユニークが落ちた時しかチャリンって言わないみたいな感じになってて、今はねデフォルトにしているのでコモンが落ちてもチャリンって言うんだけど、っていう形でねこういったアイテムドロップの効果音っていうのも一応フィルターっていうのがかかってていろいろ決めれます。でこれっぽい感じになるんじゃねっていう話も出てます。まあ実際にそうなんていうかな、ドロップしたらさ名前が出るじゃん、こんな感じでチャリーンって、まあ今さわざと落としたんだけど、こんな感じで名前が出てこうドロップするじゃん。でこれがまあ名前が出ないようになってアイテムのなんかなんていうの形だけ出てくる感じになるのかな、フィルターかけたら。例えばね、まあコモンとかがもう表示されなくなるみたいな、アイテムが一応落ちてるけどこういった例えば今メモ書きだとこういう風な感じでさ表示されるけど、この文字のなんかポップアップじゃないけど、まあこの表示の部分っていうのがよりね薄くなるんじゃないのかなって思ったりもする。でそれに合わせてまあドロップの部分で、まあ、効率的にできるとか、でさらに言うとまあアイテムパワーでも区切れたらいいよねみたいな感じ。例えば僕とかだとまあやっぱ700後半とかが良くないみたいな、ていうかまあそもそも725ないと、まあ、最低限のそのアイテムパワーっていうか、そのなんていうかな、だんだんねこうオーバーフローじゃないんですけど、こうアイテムパワーによってですねそこでブレイクスルーが起きるんですね。でアイテムパワーがぐっと上がるんですよ。なのでそこら辺がですね結構大事になってくるので、725っていうのが一番上のボーダーになるので、基本的に725以下っていうものはあんまりね対象ではなくて、でまあどんどんねレベルが高くなっていくとやっぱ800近いものがいいよねみたいな
感じになるわけですよ。なのでそういったところを考えると、まあ、やっぱりねフィルターもっとかけれたらすごい楽しいよねっていう形っていうか、まあ、俺らがやりやすいよねってところになるので、そういった感じで、まあ、どんどんね俺たちがやりやすい方向にやっていくんじゃないのかなっていう形になってて、でこの話に関してはやるよっていう話だけでロッドがねやるっていうのは確定なんだけど、実際ね具体的にどのような形にするかっていうまではねまだ言及されてないので、まあ分かんないけど、ファームがしやすい形にダンジョン周回がしやすい形になっていくんじゃないのかなっていうのが最近のね一番のなんていうかな、アップデートがこういう風になるよっていうところの、まあ、ロッドのね偉い人の、まあ、言及内容だったかなっていうところになってますね。で一応ねこれに関しては結構ねみんな注目してるっぽいので、海外のねいろんなところで記事になってたので、まあ、今回ね取り上げてみましたっていう感じになってますね。でもう一個なんだけど、もう一個はね結構前にも言及されていたので、もう何回かね言ったことあると思うんだけど、シーズン2で確実に来るよっていう話なんだけど、これもね最近アダムっていう人がですね、まあ結構ねキャンプファイヤーとかにも顔出しで出てるような内部の人なんだけど言及してます。それはですね属性ですね、属性の耐性値っていう形ですね。でこれキャラクターのさ画面で見れるんだけど、例えば火炎耐性、霊気耐性とかあるじゃん、電撃耐性、毒耐性、シャドウ耐性で、ここら辺の耐性値がさ今ほとんど、まあなんていうかな、実用化されてないって感じじゃん、まあってもないようなもんみたいな感じじゃん、っていうのをちゃんと稼働させる意味あるステータスとして通用するような形で、まあなんか変更するみたいな形らしいです。今だと正直さこのゲームのメタってベースの防御力を上げときゃいいじゃんっていう形で、不服従とかがさレジェンダリーのさ化身なんだけど、そういったものがやっぱりですねなんていうかな、かなり選ばれるって感じ、まあ、不服従はこちらなんですけど、防御力がどんどん上がっていく、攻撃するたんびにっていう形、数秒間ねっていう感じなんですが、そういったメタの部分をちょっとね変えていきたいというか、実際に今機能していないねものをもっと有効活用したいよねという話が出ていますね。でこれは結構前から出てたので、ちゃんとこれはシーズン2に向けて、まあ準備ができているというか本当にやる予定だよというところでこれは動いてるみたいですね。なのでここら辺がですね結構ね俺的には最近言及されてた中では楽しみかなというふうに思ってますね。でねさらになんだけど、一応ここら辺が最近言及されてる、運営がね実際にこうするよとかこういう予定だよって言ってた内容で、でまあキャンプファイヤーの時に実際今後こういう風なやつをアップデートをやるよっていう風な形で、まあ、約束をした内容があるんですね。でその約束したタイミングが、まあタイミング的にもなかなかいかつい感じで、大炎上したシーズン1 の、 直前のごめんなさい会見、生放送の時のやつなんだけど、あの時にいろいろね今後こういうアップデートするよっていうのが出てたので、それが実際にシーズンが、まあ、1ヶ月ぐらい経って残り2ヶ月ぐらいになったので、3分の1が過ぎたので現状をね見てみようかなというところで、まあ、直近ではないんですけど、まあ、以前に、ね、発表されたこういう風にするよっていうのが実際にねなされているのかっていうのを見比べてみたいと思います。でざっと見ると将来のアップデートについてっていうところなんですけど、パッチ 1.1.1 以降にシーズン2前にいろいろアップデートが入ると。でこれはねもう来てるよね、なんなら2回来てるからねアップデートっていう形なので、結構ここはいい感じに進んでるんじゃないのかなというふうに思います。実際に今のバージョンが 1.1.3 ぐらいまで進んで、2回もねバージョン の、 更新が行われてますので、結構な速度と頻度で、まあ、アップデートはシーズン1の前半戦にしたなというふうに思ってますので、これは結構ちゃんと約束通りやってるんじゃないのかなというところですね俺的には。で次なんだけど、次はですねシーズン2では新しいエンドゲームアクティビティが追加されるっていう形なので、まあこれはねもともとシーズン2の話だよというところで言ってるのであれなんですけど、シーズン2ではまあ何かしら新しいコンテンツがおそらく出てくるようですね。今現状あるのがシーズンの中ではバトルパスで、シーズンジャーニーで、あとはシーズンストーリーであったり、であとはシーズンのね専用のアイテムである心臓っていうところではあるんだけど、さらにこれの、まあ、もう一個プラスなのか、もしくはワールドティア5なのかわかんないんだけど、何かしらのアクティビティコンテンツが増えるというところなので、ここはねシーズン2の10月からおそらく始まる形ではあると思うんだけど、現状ねシーズン1が終わるのが10月になるのでね、なのでそこら辺で結構楽しみだなというふうに僕はね結構思ってますね、まあ、ワールドティア5なんじゃないのかなというふうに思ったりはしてます。そこら辺がね今結構こうまあ、出るぞ出るぞみたいなこと言われてて、まあなんか一番ね、なんか巷で噂されてるけどまだ実装されてないみたいな
そんな内容の一個だと思うので、まあ、そこら辺になるんじゃないのかなというふうな僕の、まあ、予想ですね。どうなるか、まあ、もちろん出てみないと分かんないっていうのはあのもちろんなんですけど、まあ、そんな感じのも印象ですね。で次のね話に関しては実はねさっき言ったことと同じ内容なんだよね。属性の耐性ですね。シーズン2に改善する、まあ、属性がちゃんと使えるようになるっていうことが同じくねここでも言及されているのって、まあ、多分ですねいい感じに、まあ、進んでいくんじゃないのかなというふうな形で、まあ、あの思ってますね。そこら辺に関してはっていう感じなんでね、意外にですねちゃんと一貫性があることを言ってる部分もあるという形になってますね。で、次ですね、次はリーダーボードはシーズン3で、予定としては導入されるとなんですけど、これもうウェブ上であのリーダーボードありますっていうのはあの以前なんかの動画で俺ウェブのサイトを一緒にね見たと思うんだけど、どういうものかというと、まあ、レベル100になった人からあの一番先になった人からどんどんね更新されていくんだけど、レベルのリーダーボードがあるんだよね。一番最初に100になった人は1位みたいな、で次100になった人が2位みたいな感じで、どんどんね100になった人からどんどん上からこう積んでいってみたいな感じで、まああのレベル順に100になった順にですねあの統計されていくみたいなランキングボードがあるので、まあそこら辺を考えるとですね、まああのこれは実際にウェブ上で今他の有志の人が作ってるのかなっていうところになるので、まああの運営が実際にゲーム内でそれを作ってくれるっていう感じでいい感じなんじゃないのかなというふうに思いますね。であの今ウェブ上であるやつはねめっちゃ便利で、あのビルドのですねこの下のスキル欄も見れるので、何のスキル使っててどんなビルドかって同じ職業だったら大体見りゃ分かるので、まあネクロマンサーしか俺は分かんないんだけどなんだけど、まあ、大体俺がネクロのやつ見たら、ああこれ何とかのビルドだねって分かるような形でめっちゃね見やすくなってるので、あ上位陣こんなビルドかみたいなのがすごいね一目瞭然で分かるんで、まあ、ここら辺とかもねビルドとかもそのまんまね見れるようにしてもらえるといいかなっていうね。ウェブのやつめっちゃ便利だから、それに勝てるぐらいの品質で出さないと多分意味ないかなっていうふうに俺は正直思ってる。なのでこのリーダーボードはね意外に俺はなんかねいいやつじゃないかなっていうところですね。危ない移ろわれるとこだった、危ねっていう感じですね。まあ実は今これねあと移ろう闇をなぜかやってるんですけどね、ノリで、はいっていう感じになってますね。なのでここの、リーダーボードランキング表みたいなやつ俺結構ね楽しみにしてます、まあ、ただシーズン3なんで若干先すぎるなっていう、まあ、感じもあるので、10月にシーズン2がスタートだから、まあ、来年の1月とかになるのかなシーズン3は。なのでちょっとまあ遠いかなみたいなそんな感じになっておりますね。はい、まあ、どうなるか分かんないんだけどね、前倒しするかも分かんないし、とりあえずそんな現状になってるので、まあ、ここに関してはシーズン3にはそういった面白いね要素もかかってくるんじゃないかな。せっかくねなんかネトゲ要素みたいなのがあるんで、せっかくだったらそういうのもあるといいよねっていうような感じですね。っていうところなんで、リーダーボードもちゃんとできるよという感じです。で今後は Uber ユニークを獲得する機会が増えるはずっていう形なので、まあ、何かしらプラスアルファでおそらくですねいい感じに、まあ、激レアのユニーク装備ですね。今だと、まあ、最近の動画でねちょうど言ったんだけど、ハーレクイーンがシーズン1始まって1ヶ月目でようやくね、レディットとかツイッターとかいろんなところを含め SNS で初めて、獲得報告が上がったっていうのもあったりするので、まあ、そういったところを考えると、まあ、今の現実ってすごくね、まあ獲得に関してねしづらいというか結構非現実的な数字になってますので、そこら辺を考えるとねこれは非常にありだなと思います。っていうのもその Uber ユニークねマジで強いから、マジで強いで、あのさっき話題にも出したハーレクに関しては全スキルプラス4とダメージカットマックス 20% とか結構ね土地狂ったようなすんげー強い能力なんですよ。なのでそこを考えるとですねマジで強くて、で今は天文学的数字でやっぱりそれを目指してねファームするとかでテンション上がったりするとかモチベーションになるんだけど、そこが現実的じゃないのでモチベーションにならないんだよね正直。なのでそこら辺含めですね、まあ、シーズン2でまともになるんじゃないのかな、現実味が帯びるんじゃないのかなっていう感じですね。まあ、ちょっと別の項目でも言ったけどワールドティア5がこれ来るっていう兆しかなと思ったりもしないでもないっていう感じですね。まあちょっとここはね、まあ、予想しかないから来てみないと実際に分かんないけど、まあそんなね匂いがしてる今日この頃ですっていう感じになってますね。
で、まあ、やっぱりね、そういった形になるとワールドティア5っていうのが本当に現実味を帯びてくるかなっていう形ですね。いろんなところでワールドティア5がなんかチラ見えするようなことが、よくあるので、まあ、そういう感じのノリなんじゃないかなっていう形ですね。もしくはワンチャンなんかなんだろう、ウーバーユニークというか、そのユニーク自体がなんか出やすくなるみたいな感じで、その中でウーバーユニークも機会増えるよねみたいなのがあるのかもしれない。ちょっと分かんないけど、ここは分かんないけど、とにかくまあウーバーユニーク の獲得する、まあ、機会が増えるという形で、あまりにも非現実的な数字なので、今ねマジで今このまま続けていくと、普通にね、ウーバーユニークゲットしようと思ったら、多分ディアブロ4通り越してディアブロ19ぐらいまで進まないと、ディアブロ4、5どころでは進まないレベルの、なんていうかな、時間がかかると思うので、そういった感じでね、明らかに非現実的というか、まあ現実味なさすぎやんっていうところなので、そこら辺がね、ちゃんとまともな数字になってくんじゃないのかなっていう風な形で、まあ考えうるところかなというところですね。まあそうなってほしいよねって感じ、せっかくあるんだったらね。なので、そこら辺で、まあ、ちょっと期待をね、僕は持ってるかなっていう感じになってます。で、次なんだけど、次はピンポイントでシーズン2ですね。シーズン2にはユニークを狙ったファーム方法が増えるっていう形で、まあ、別の項目でシーズン2エンドゲームの新しいアクティビティっていう形だったので、そこにつながるのかな、わかんない、新しいエンドコンテンツが増えるか、なんかヘルタイドナイトメアダンジョンプラスアルファで、なんかもう一個同じようなっていうか、なんていうかな、横並びで、まあ、またコンテンツ内容は違うんだけど、まあ、なんていうんだろうな、ファームする場所というかコンテンツが増えるみたいなのがあるような匂いもしてるのって、そこら辺を考えると、なんかそういったユニークを狙える場所が出るのかなと思ったりもしないでもないですね。まあ、ただ正直俺はユニーク自体は今の確率でもそんなに悪くはないのかなとは思ったりもしてるけど、まあ、なかなかその、まあ、運ゲーすぎるから、ユニークは狙っても相当難しいよって、まあ、いろんな動画で言ってるから、そういったところではなくて、あえてちゃんと狙えるようなユニーク自体もねっていうようなノリで、まあ、わかんないけど、そのインフレ調整という形で、今のユニークぐらいのノリをウーバーユニークで出して、で、今のユニークを、まあ、レジェンダリーとそのウーバーユニークの間ぐらいに、まあ、その体感のレアリティというものを引き下げるみたいな感じになるのかもしれないねっていうところで、まあ、ちょっとね、出てみないと、シーズン2になんないと、まあ、もちろん分かんないところではあるんですが、そのような形で、まあ、俺たちとしてもコンテンツが遊べる部分が増えるんじゃないかなっていう形で、結構ね、楽しみではあるよねっていう内容になってますね。さらになんだけど、これ結構面白いなと思ったんだけど、将来的にはキャンペーンのボスを再戦することがあるかもしれない。これはちょっと胸熱じゃない。まあ、要するにストーリーモードで、エターナルとか、あとはシーズンストーリーとかで、そういったキャンペーンモードで戦ったストーリーボスと、もう一回やり合えるという形になるらしいので、今だと、まあ、別キャラを使ってストーリーモードを、まあ、スキップしないでやるとか、あとは、まあ、ストーリーモード中の友達とパーティープレイするとかでしかできないんだけど、まあ、そこはあえて自分のレベルとかにちゃんと合わせてくれた状態でもう一回再戦できたら、まあ、結構面白くなるよねっていう形で、これはちょっとね、胸熱だなっていうふうに思いましたね。まあ、ちょっとどうなるかは分かんないけどね、はい、っていうところです。で、最後にヘルタイドとナイトメアダンジョンの敵の密度を大幅上昇するって書いてあるんだけど、これはもう実装されてるね。これマジ最高だった。これめちゃくちゃ最高で、今ここはドメイントンネルにいるんだけど、ナイトメアダンジョンのめちゃくちゃ最高なので、このアップデートは実際に実装されて、で、僕の体感としてもマジ最高っていう感じになってるので、俺的にはね、このアップデートはちゃんと実装されたし、すごくいいアップデートで、これによってめちゃくちゃ俺はテンション上がったし、すごくですね、なんていうかな、やりがいというかですね、そのやってる感というか爽快感というかですね、まあ効率も増えたし、すごくいいアップデートだったなっていう形で、このアップデートは実際行われて、俺はね、結構楽しんでるな、嬉しいなというふうに思ってますね。非常にいいアップデートだったと思いますね。ぜひね、こんな感じでいいアップデートが続けばいいんですけどっていう感じなんで、結構ですね、実行ちゃんとされてますっていうところなんだよね。そのキャンプファイヤーの時に言及されてた内容を今ね、話をしてきたんだけど、結構ちゃんと実装されてるんで、俺的にはいけてるんじゃないかなと思います。パッチ 1.1.1 以降も2回もアップデート来たし、あとはヘルタイドとナイトメアダンジョン の密度を増やすっていうのもちゃんと来たし、で、さらに言うとあれですね、最近言及してたりした属性の耐性っていうのをちゃんとやるっていうのもしっかり直近の話で出てるしっていう形なので、まあ、そこら辺の話
話としては運営ね結構いい感じに動いてくれてるんじゃないのかなというふうには思いますね。でまとめなんだけど、ですね、まあ内容としてはちゃんと動いてくれてるのでいいよねという形にはまあもちろんなるんだけど、まあそれが俺らの今直近で求めているすぐ欲しいものとはまあ限らなかったりするよねっていう形だよね。っていうのは例えばまあ倉庫とかもまだ少ないよねとかあったりするし、あとはまあなんか特定のビルドとかで結構差があったりするし、まあこれどういうことかというと弱体化のシーズン1直前に行った超炎上したアップデート、あれの余波が結局来てるんだよね。あそこである程度なんていうかな環境が整ってたものを一回全部バンってナーフして、で脆弱とあとはクリティカルを弱くして、でちょっとねなんかバランスが悪くなって、で次はナイトメアダンジョンの強さも下げたんだよね。ナイトメアダンジョンの敵の HP とか防御力を下げてって感じにしたんだよね。でそうすることによって一応なんかボーダーは下がった風に見えて、結局またシーズン1で途方もない攻撃力出てたり、運営が意図してないようなダメージとか状況にはおそらくなってたりするので、そこら辺考えるとまあなかなか難しいところではあるから、結局噛み合ってるかどうか楽しいかどうかにはなってくるので、そこら辺が噛み合ってるかどうかで言うと俺はまあ楽しくて好きでやってるんだけど、まあただその人口の減り方がねあれなので、まあ、なかなか難しいところではあるよねっていう感じになってますね。まあなんて言うんだろうな、実数字として出てるから、まあ会社としてこう、ゲーム会社としてはこうで、正論としてはこうっていうのはもちろんあるのは分かるんだけど、それって机上の空論だから実数字が全てというか、まあ、現実という世界になっておりますので、そこら辺を考えるとですね、まあね、まあ、結局現実問題売れないとどうしようもないじゃんっていう形で、なんなら別の動画でも言った通りディアブロ5の話をもうしちゃってるわけなんですね、公で社長がですねっていう形なので、ちょっとですね、まあなかなか言ってることとか今後やりたいよっていう内容すごくいいと思うし、このアップデートもめっちゃいいと思うし、やってほしいし、でまあ今まで行ってきたナイトメアダンジョンのなんていうのモンスターの数を増やしたりとかっていうのもめちゃくちゃありだと思うし、全然ね俺はそれはそれですごい楽しんでるしっていうところなんですけども、まあ全然いいんだけど、でそれでユーザーが増えたかどうかっていうところがそのゲーム会社としては指標になるわけじゃん。ちゃんと売れないと意味がないから、売れないとその給料も払えないじゃんっていう感じ、まあ別に払おうと思えば多分払えると思うけどマイクロソフトの売却っていうかその買収劇もトラスト法に反トラスト法に引っかかってなんちゃらっていう裁判があったんだけど、アメリカの方でね、そう裁判が実はあって、マイクロソフト の買収っていうのが実はちょっとね止まってたんだけど、買収 OK になったので多分ここから進んでいくと思いますっていう形になるので、まあ、そこら辺考えて、まあ、大丈夫だったら全然思います。資金面ではマイクロソフト先生が後ろにいるのはね、まあ、ほぼほぼよっぽどのことがない限り大丈夫だと思うんだけど、まあ、そういう問題ではなくて実際に売れたかどうかと、あとはユーザーの継続性で、シーズン2のバトルパスの購入とかそういったところに響いてくるから、そこら辺でですねちょっと若干まだやっぱり噛み合ってないところがあるから、どうにかね起死回生のなんか欲しいよなみたいな感じで、まあ、要するに人参を馬のこう先にぶら下げればいいんですよ俺馬ねだから俺みたいなのがふぅーってなるような餌をぶら下げればいいんですよ。なんと今だったらウーバーユニークがちょっと確率出やすくなったぜ、なんだってってなるわけなんでしょそんな感じになるわけだから、そういうことをちょっとしてあげればいいだけなんですよね。まあシーズン2シーズン3やりたいことは分かったっていう感じなんですけど、実際問題そのねバルダーズゲートに海外のメインは海外だから、英語圏のユーザーが本当に大半というか過半数を占めるような大きい市場になってるから、そこら辺がバルダーズゲートにバチコーンってしばかれて一気に持ってかれたんだ。でそこら辺もですね結構危機感を持ってると思いますので、そういった感じでね、本当はバルダーズゲートみたいな形で今年のゲームオブザイヤーティアキンと戦ってるよねみたいな、取るかもねみたいなノリ、スターフィールド出るけどスターフィールドがワンチャンポシャったらマジでバルダーズゲートこれゲームオブザイヤー取っちゃうんじゃね今年のっていう話が出てるじゃん、っていうのを多分ディア
ブロ運営はディアブロでやりたかったんだと思うんだよね。でも結局そうなってないっていうのはなぜかっていうと、まあ、自分たちの手で、やっちゃったから正直ね、ここはもうね、はっきり言っていろんな正論あるけど、もう結果出てるからここはもう何も言いようがないっていう形なんだよね。でその中でやっていくしかないからというところなんで、まあ、ゲームなんで別に学校の宿題とか試験とかあと仕事じゃないんで楽しくないとね意味ないと思うので、そうよりね俺たちが楽しくなるようなマジ超簡単だと思うんだよね。なんかさっき言った通り馬の先にこうやって人参ぶら下げればいいだけだよ。だから俺なんかすぐ食いつくしすぐ高級コスメティック買うのになのでそんな感じで別にそんな難しい話じゃないんだよね多分。そのなんかすごい難しくね運営ってこのディアブロ4のこと考えてるのかなって思うので、もっとなんか大味に爽快感ある感じで作ってもらえれば全然ありだと思うし、もともとのねリリースされて1ヶ月ぐらいマジでね鬼のように楽しかったからなのでそのぐらいのレベルの素材だったのでいい品質をもともと持ってたので、まあねそのままねいい感じでやっていただければって感じだったんですけど、結局そのね残念ながら数字は出てしまっているから、それがそのなんていうのみんなの気持ちではあるわけなのでまゲームなんでね、分かりやすいんでね、なのでそこら辺を考えるとまあやっぱりねちょっと現状厳しいかなっていうところがあるので、まあいろいろやりたいとか言ってることはあると思うんだけど、俺らが今望んでることっていうのは何かっていうのをなんかもうちょっと反映してくれるともしかしたらいいかもしれないね。まあ、単純に爽快感あってまあ楽しくわーってできればいい感じだと思うから、あとはなんていうかな時間がない人もレベルを上げやすくするとかもね全然あってもいいと思うし、そういった感じでですね、まあなんていうんだろうな、もともとライト層に受けるように作ってるような匂いも最初したので、てか今回ライト層も結構ね初めてディアブロシリーズやりますって人もいたと思うので、そこら辺含めてねちょっとね今回はなんか全てがちょっと悪い方向になんか途中から行っちゃって悲しいなっていう感じですね。俺は結構好きっていうかめっちゃかなりねディアブロ3もなんか任天堂スイッチがオーバーヒートするまでやってたりしたのでそこら辺考えると結構ね、まあ、好きなゲームがちょっとうまくいってないっていうのは悲しいかなっていう感じでですね、ちょっと頑張ってほしいなっていうところですねっていう感じでね、今日はですねディアブロ4のまあアップデートいろいろやるよって言ったり直近でやるよって言ってる内容はこんな感じっていうのと、あとは現状でまあ今後どうなるかなっていうところの話をしてきたんだけど、とりあえずね頑張ってほしいなっていう感じです。運営にははいなかなかね今のこのマップのケリガーみたいな感じで雨降ってるんでもうそろそろ快晴が欲しいなというね、もう太陽ギンギンに光るような晴れが欲しいなという気持ちでいっぱいですね。はい、なんかもう本当に炎上しがちなんで、そういうなんかしょうもないニュース取り上げたくないしねかといってまあ取り上げないとそれはそれでちょっと違うと思うのでまあいい時はいいっていうし悪いものは悪いっていうので、あんまりね嘘はつかないタイプなので僕としてもですね、その時ね感じたことをね素直に話はしてますので、まあ、できればね楽しい感じに仕上げていただければ嬉しいなっていう風な感じで今日はですね終わりにしておきたいと思います。ぜひねみんなの意見も聞かせていただければって感じです。まあ一応ね運営が言ってることを実際ね行動してことって見たけど、まあ本当にちゃんとやってることはやってると思うんですけど、まあそれがただね俺らが求めてることかっていうとどうなんだろうねっていうね、今ね直近で求めてることかと、あとシーズン2まで待ってくれるのかユーザーたちはっていう話になってるので、まあそこら辺ねどうなのかなっていうところであったり、まあワンチャンねスターフィールドとかバルダーズゲートとかがなんか急にこけ始めて急にクソゲーでなんかポシャって、アーマードコアも急にポシャってなんか全員がなんか急に瀕死状態になって、そこで謎の神アプデをしてディアブロ4に人がごった返すみたいなことがあれば奇跡の大逆転になるかと思うんですけど、まあ、なかなかねなかなかまあそうはねなる可能性は高くはないのでそこはまあ自力でね頑張ってほしいなと思う今日この頃で、いいね楽しいニュースをね作らせていただければ嬉しいなと思う今日この頃です。ロットさんどうでしょうか、そろそろ楽しいニュースを僕に作らせてくれませんかロットさんという感じでね今日はこの辺にしていきたいと思います。ちなみに俺は俺で普通にディアブロ楽しんでます。普通に好きなんでね、はい、普通にやってますっていうところで今日はこの辺にしておきたいと思います。でケジャルゲームではこんな感じでですねディアブロのですね動画結構毎日出してまして、でまあニュース系とかあとは攻略系とか解説系とかね、でさらには企画系とかもねやってるんで、ぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で生放送もまあ結構やってるんで夜やってること多いかな。でまあ全然ね気軽に遊びに来て質問とかでも全然構わないのでね、皆さんなんか声かけていただけると
ると嬉しいなって感じで、まあアメリカと違ってそんな日本のコミュニティ大きくないからね。なので俺らで楽しめればいいかなって感じで今日はこんなにしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次のディアブロでお会いしましょう。ロット頼むぞ。